伊達総麟は、江戸時代前期の道の区国仙台藩一門第五席、留立屋四代当主。伊達総道の主要人物の一人、伊達式部の通称で知られる。官営17年4月3日、仙台藩二代藩主、伊達忠宗の逸夫として誕生。幼名は辰之助。官営21年8月に、留田家を継いでいた、同母兄の五郎吉が死去すると、 翌正法2年12月2日にその後取りとして迎えられ、四大当主となる。慶安3年2月18日、元服して僧林と名乗る。万治3年7月、異母邸で三大藩主、綱宗の隠居願いに、他の一門、重臣と共に署名する。この時、藩内には、直藩主として、僧林を押す声もあったが、結局は、綱宗の調子、 亀千代が四大藩主となっている。宗林は、神殿開発に力を注ぎ、相続時には1万570国であった、治業後を、万次年間には1万2168国に伸ばし、最終的には1万4152国時点まで増加させている。しかし、その結果として、野谷地が減少したことで隣接する多量との干渉地帯が消滅したため、 漢文年間に入ると同様に盛んな神殿開発を進めていた枠屋伊達家当主、伊達宗茂との間で境総論が頻発するようになる。留め立家は寛永年間に台中地方をめぐる佐沼城室だしとの総論において屈辱を強いられた過去があり、総林は総論に臨んで強硬な姿勢を示すことが多かった。漢文5年に発生した 留めの留軍が甲津村と枠や両の東田軍、小里村との間の総論では、宗重が妥協して、総林に軽装地を譲ったが、漢文7年10月に発生した、留めの物運を大久保村と枠や両の東田軍に、合村との間の総論は、対象が当初の二家村の問題から軍境の広い範囲に拡大したこと、両者の主張する領分が大きく食い違ったこと、さらには、 軍査会を示す明確な証拠である、小報告絵図の控えが失われていたことが、相まって容易に決着しなかった。そのため、宗重からは、両家合同での見聞により、軍査会を確定したいとの申し入れがあったが、総理は、先代本藩による採決によって決着したいと、回答し、漢文8年4月に本藩に対し見聞役人の派遣を要請した。この時は、 幕府の国目付が在国中であることを理由に、要請を差し止められたが、一門の石川宗弘、伊達総林による仲裁も効果なく、総林は、国目付が仙台を離れた翌漢文9年2月に、再び訴えを起こした。訴えを受けた、本藩公権約の伊達宗勝、田村宗長の両名は、同年5月23日に、坂井忠義立花忠重の内諾を得て、 農や地の3分の2を止め量に、3分の1を枠屋寮に振り分ける最低を下した。総林、宗重は共に、一応の不服を訴えた者の両者とも最低に、従い、同年7月に見分が開始されたが、宗勝の脅しを傘に来た。見分役の今、村安町が最低に反して、枠屋寮分を5分の1未満に削り、抗議した枠屋家中に対して、無礼を働いた。 これに激怒した宗主家が、総括一派のそれまでの不正の数々を幕府に、上訴するに至り、漢文11年3月の堺叩き予定での人情座帯と発展する。この総論が騒動の最終局面への引き金となったため、総林の騒動における立ち位置は宗勝派の側に分類されることが多いが、総林は宗勝派の中心人物の一人である津田影康との間にも、 漢文2年に断絶した米岡白石家の丘陵をめぐる騒論を抱えており、単純に総林を胸活派とみなすことはできない。漢文10年1月15日、前年に行われた亀千代の天井元服へのご礼のため、藩士名代として江戸に赴き、四大将軍徳川家綱南に拝越したが、帰国直後に病に倒れ、2月10日に仙台で死去した。 去年31。家督は、同年5月にいる、死した、綱宗の子、熊之助が相続した。僧林は、留立家の母大寺であるよくも寺ではなく、自身が再興した、寺池家の里しのり寺に埋葬された。漢文12年に完成した、僧林の玉屋は、里しのり寺高田院玉屋として、宮城県より文化財指定を受けている。ありがとうございます。